来ました来ました来ました来たぞ、鎖野郎が。どうした？どうしたって帰って帰れ。おお、そうそう、いいよ、入っていいよ。来ました来ました。邪魔すんで。おお、邪魔すんなら帰って。帰るわ。おい、吉本かよ。何？今日企画考えた。何？企画考えたの。あ、企画。企画考えてない。考えてないの？考えてないでしょ。考えだって今日話しようって。あ、そう、今日企画会議か。ディレイ座ってて、なんか飲む。いや、別に。いや。あ、お茶、お茶欲しい。はい。コーヒーやん。コーヒーしかない。え、じゃあ、飲みかけるか。そうそう、さっき飲んだやつ。さっき、ないもん。だってなんだ。急に来るから、今。飲みかけがくれるの。そうだよ。どんなの。え、でも企画か。うん、暑かったらしい。それは夏だから、暑いよ。それは夏ですから、暑いっすよ。暑い。いや、海行けるのが嫌だね。しょうがない。そうだ。海行きたいの？海行ってないの、私、一回も。海行きたいね。はい、美味しい。で、黒すぎ？やばい。セロ？セロじゃない。何？走っとると黒くなって。あ、トレーニングで。トレーニングに焼けるんだ。めっちゃ焼ける。おや、で、T シャツはどうだ？あの腕のさ、焼け。俺は脱ぐもん、俺ね。肌が出してるの？あ、でもちょっとなっといけど、でもなるべく脱ぐようにしよう。捕まるぞ。あー、暑いよ。いやどうしよっかな、企画。まあ、企画ね。でも最近やっぱ企画が難しいじゃん。わかる。マジ。でも面白いのあるかな。万引きしてみた。万引きしてみた。達也が万引きしてみたとか。俺が万引きしてみたら普通に捕まるだけでしょ。あ、そっか。ええー。何が親泣かしてみたの。あ、いいじゃん。よく言える。反抗期。あ、反抗期の達也に戻ってみた。あ、いいね。いいじゃん。とか、まあそっち系でしょうか。でもなぁ、あれだな。むずいな、企画は本当に。それでもなんか真剣な話というかさ、なんか最近思うことあるんだよ。思うこと？そう、ね、企画だね。いや、企画というかちょっと真剣な話になるけど。彼女？いや、彼女とかそういう女性関係じゃなくて、まあ元々は俺さ、東京に何しに来たかってさ、まあ、音楽で、アーティストになりたくて出てきたじゃん。そうっけ、ゴミ拾いに来たじゃん。おーおー、どこでもできるぞ。おー、どこでもできるだろ、それ。おかしいぞ。ゴミ拾いに来た。おー、どこでもできるぞ、それは。ボランティアしてみたら。東京来んでもできるだろ。東京の街が汚いですって。俺、環境成人じゃないかもしれない。そうじゃないよ。まあ、ね、アーティストになりたくて来たわけじゃん。まあ、ね、歌手ね。そうそう、まあ、名古屋やってたけどさ。名古屋やってたよ。で、解散したじゃん。いろいろあったね。まあ、東京来てもさ、うん、やっぱなかなかうまく確かにいかなくて、まあ、どうしようかなってなった時に、うん、まあ、俺、まあ、達也とは、まあ、小3ぐらいから知ってるじゃん。うん、初めて会ったら多分小3、4、小4ぐらいやん。の、タコシー公園ね。そう、公園でさ、会ったじゃん。ほんで、まあそうからもう約20年ぐらい。そっか、もうそんなもんだよ。やばいね。約20年ぐらいあれだから。確かに今こうやって YouTube やってるってなんか不思議じゃない？不思議。東京出て。確かに。やばい。実際。いや、マジだ。いや、そう考えるとマジすごいね。すごいと思う。なるべくしてなったじゃない、こうやって。まあまあまあね。そのやっぱ俺東京にさ、こう来て、もう音楽やってて。最近本当音楽活動もさ、なんか全然できてない状況知ってんじゃん、俺もいろいろ。俺のさ、親父がさ、まあ亡くなったじゃん。あ、まあ亡くなってね。俺あの時実際帰ろうと思ったの。
もう名古屋に。もうやっぱ母さんの一人になるし、うん、まあ、そうだからもう東京に行ってもなって思って俺も帰ろうと思った本当に。だけどここで帰ってもやっぱさ、なんだろう、親父はずっと応援してくれてたし、うん、親父はもし生きてたらなんかもっと頑張れよって言うと思うんだよね。確かにお父さんそんな感じだもんな。そう、熱い人だった。熱かったね。そうさ、めっちゃ応援してくれたし、そう、なんかすごい夢を追うというか、頑張ってる人を応援す、ね、したいって感じが。そう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 。だから、宇津木が多分、名古屋には戻ってほしくないんじゃない、わかんない。って言うじゃん、うん、っていう人だよね。だから、なんか、そう思った時に、うん、いや、何しようかなって思ったら、うん、そのやっぱ YouTube ってのが流行ってて、うん、まあ、俺の家庭環境は結構厳しい状態なんだ。そう。そう。で、もうちょっと俺も、まあ、ちゃんとまともに働いて、うん、うん、俺、名古屋帰ろうかなと思うんだよ。マジ、うん、やっぱ東京だと、やっぱ今この生活結局きついし、俺も帰って、もうなんか、お金貯めて、親に恩返ししたいなって、思ってるんだよね。うん、急だな、いろいろと。そう、で、まあ、名古屋に行っても YouTube とかも、まあ、編集はできるけど、撮影とかさ、まあ、厳しくなるじゃん。厳しいよ。だからもう、ちょっと帰ろうかなっていう思いもあるんだよね。ちょっと待って。ずっと思ってた。そう、親から連絡来て、まあ、状況話されて、マジ、まあ結構悩んで、まあ、達也にも話してみるかっつって、まあタイミングなかったから、まあ今日、ちょっと話そうかなって。まあ、俺家の事情とかはよく分からんけどさ、まああの、まあ達也だから言うけど、うん、借金あるんだよ。誰に？親が。親が？闇金に。ちょっと笑い事じゃないんだけど。いや、マジマジ。でも闇金とかもそういうのなんかもう聞いたらさ、いやもう達也だけに言うんだよ。マジ？うん。ドッキリじゃないか。いや、こんなことドッキリ言うかい、親のこと。カメラ回ってたら言えねえだろ、そんなカメラの前で親のそんなことを。確かに、でもカメラは確かに。いや俺も最近なんか引っ掛けられまくっとって、ごめん、なんか嫌な気持ちさせてないんだけど、うん、めっちゃ疑いに入るわ、いろいろと、うん、まあ俺はそれ言うだろうと思ったよ。最近ちょっとやりすぎたからあいつドッキリって思うんじゃないかなと思ったけど。いや思うでしょ、急にそんな言われて、まあ親が借金してとかで、まあ、これ本当だったらちょっとやばい話だけど、うん、まあ、お金がね、急にね言われてたらそういうふうに思うよ。問題はお金だね、俺にとって今。そう、お金がやっぱ必要だから、まあ、名古屋帰ってやるから。まあ、お金さえあればマジで。え、別に名古屋帰ったからってね、別にお金稼げるわけじゃなくて、まあ、うん、それこそこうやって、まあ、いろいろ今、まあ、YouTube だけじゃなくて、伝わりが新しいそういう事業っていうか、なんだろうな、いろいろこういう編集もできるようになってさ、新しいこと今挑戦いろいろしてるわけじゃん、うん、それをやっぱ東京でいろいろ探して、まあしっかりね、お金稼いで、まあそれも考えてもらう。そんな何急でもあれか、急に必要なもんなのかな。そうそう、だからまあ直球に言うとお金貸してほしいなっていう部分もあって、でお金貸してくれたそれはまあちょっと上に渡して、まあ、こっちで俺頑張って達也に返していこうかなっていうのもあるし、そういうこと、その達也に貸してもらえたらなっていう。これガチなの？ガチだよ。ガチバナじゃないかによって全然変わってくるし。いや、ガチバナです、これは。マジです。全然ちょっとね、適当に聞いてたわ。適当に聞いてたわ。おマジ？いやいや、適当っていうか、俺一生懸命話したの。なんかね、適当っていうか、ああ、なんかまたドッキリ俺来てんだな、みたいな。いや、ドッキリじゃないんだわ。感じで今ちょっといろいろ考えてた頭の中で、だから結構なんかいろいろ入っとるけどよく分かってない。
親が借金してる、借金してて、もう名古屋帰って働こうかなっていう状態で、だから名古屋帰らんのよね。だからちょっとまあこっちで頑張るにはやっぱお金も必要だから、やっぱ親にもちょっと渡したいし、達也に貸してもらえたらなって思ってるんだな。それで他の人には言ったの？言ってない、言えねえよなかなか。まあ確かに、そうだから、まあ、お金を貸してほしいと思う。貸してほしい、別にいいよ。え、マジ？いいんすか？いいよってか、でもいくら、いくらに借りれるけど。150円。いや、うん、それだったらバイトでも働けばいつでも稼げるだろ。150万円。150万。はい、150万。親が、まあ、100万ぐらい借金は捨てて、で俺も50万ぐらいはちょっとなんかいろいろ新しい事業できるかなと。で、まあ、150万ぐらい貸してもらえたらなって思ってる。いやいや、親があれでしょ、親が100万ぐらい必要なわけでしょ。で、水が50万円新しいことやりたいんだよ。そう、まあ最悪100万でも全然、俺は別にあれだけど、まあ、ちょっと親には それなら分かる。水着にその50万円っていうのはあれだけど、まあそうだ、まあ確かに親にちょっとマジでやりたいから、できれば貸してほしいなと思って。いいよ。いいっすか？いいよ。マジ？いいよ。だってもうめっちゃお世話だったし、ちっちゃい時から。まあまあ。そんな困っとるって知らなかったし。え、いつぐらい貸してくる？なんかもう。今ないから、とりあえず回して。ね、銀行。あ、そうだよ。今行くか。銀行。すばらしいよ。できれば早めの方がいいんだよね。まあ、早ければ早いほどありがたい。だけど、まあそうだね、100万って結構な額だよ。まあそうだね。大事で。もうそれはちょっと俺頑張って返すから、達也の。そうやって簡単に手に入るもんじゃないしね。まあまあ。まあ時間かかるかもしんないけど、まあちょっと。だって、いいって言うしかないよね。いや、ほんと、まあ嫌だったらいい、全然。きつかった。無理にはいいし。いや、まあ。まあすごい100万円ってさ、そんな簡単に手に入るわけじゃないし、うん、俺らもこうやって一生懸命さ、命削って戦ってって感じだから。そうだよ、それはよく分かってる。でもね、ほんとちっちゃい時にすごいお世話になったし、その状況と知らなかったら、まあ、見つぐのが嫌だし、うん、まあ別に絶対帰ってくるとはシンプルですよ。それは返すし、うん、それはもちろんシンプルし、別にもうずっと仲だから、そんなね、これがまあ浅かったらちょっと持って帰るけど、うん、うちの親も知ってるし、うちの方も知ってるから。いいっすか、ちょっと親に悩ましいか。いや、でもあれじゃない、しそ、俺に貸し、俺が貸したとか言わんでもいいんだよ。水が普通に稼いだって言って渡したのね。なんか、そこに、そんなんなんかさ、俺多分あるって言ったら多分安心すると思う。大丈夫だから、まあ、俺がって言わずに、普通にね、しっかりさ、別にお金をね、水が金だって言って、うん、親にはそう伝えた方が、で、安心すると思うから。はい、ということで、さっきですね、達也に会ってちゃんと100万円貸してくれました。あの昨日、本当だったらあの場でドッキリでしたっていう予定だったんだけど、ちょっともうね、あの話が良すぎて、もうなんか俺もちょっと本当にグッときちゃって言えずに、今日本当に受け取っちゃいました。プロデューサーちょっと出していいですか？返すのそれ。いや、これちょっと返すか。これどうしようかなと思ってて。いや、うん、これ俺悪い人みたいになってないですか？大丈夫ですか？いつ返すのっていう話で、あ、このまま返そうかなって思うんだけど、まあ、この動画を多分タツヤ見てると思うんで、多分ね、この動画を見て、あ、そういうことかって気づくと思う。タッちゃん本当にごめんね。タツヤに献身してました。タツヤ本当にね、優しくて俺のことも思ってくれてんだなってことが分かったし、いいやつだなってことでね、まあ、この100万円はあいつに何か買ってプレゼント出したいと思います。まあ、その余ったお金は何もから飲みに行ってきますから。